あらさん、こんにちは。こんにちは。なんで来てもらったんです。なんで呼ばれたんですか。ちょっとこの動画を見てもらいたいんですよね。動画？これちょっと再生ボタン押してもらって、はい、トマトどうですか。トマト待って、ね、懐かしい。めっちゃ体力強い。覚えてますよね。これ来年、これちょうど1年前ぐらいですよね。昇進してもらいます。昇、まあ、まあ、9月、まあ1年は経ってないですけど。経ってないっけ。私も、はい、ちょっとなんかプニプニしてるんですけど。あ、今より、うん、なるほど。今確かにちょっとスリムになったと。ということで、本間さん覚えてますか。富士登山競争。いや懐かしい。参加、いやまさか本当に走るなんて。そうです、びっくり。富士登山参加することは、はい、これ今練習してるとは思うんですが、大会アンバサダーに今回就任することになりました。え、これガチですか。ガチです。え、マジですか。大使、まあアンバサダーって大使という意味なので、大会側から任命をされ、うん、広報活動を行う人ということで、めちゃめちゃ責任重大。責任重大です。いろんな人に富士登山競争のまあ凄さというのを伝えて、はい、アンバサダーということはこれはゴールはやっぱりしないと。いやー待って、めちゃめちゃプレッシャー。実際ね、じゃあ富士登山競争って、うん、どれだけ過酷なきついレースなのか。で、まず考えてみると富士山って歩いて登るものじゃないですか。田島さん、大丈夫ですか。きつそうですね。それを、まあ、走って登るっていう時点でもやっぱりものすごいきついと思うんですけれども、実際にここにちょっとマップをね用意したので、このね、富士吉田市役所から、はい、まあ、富士山頂、まあ、目指して進んでいくレースになるんですけれども、うん、まあ、あのほのかは今回5合目コースの出場ということなんですけど、はい、この5合目コースも非常に侮れなくてですね、うんうん、距離は16キロ。16キロ、ハーフマラソンよりちょっと短いぐらいです。はい、富士吉田市役所スタートなんですけど、はい、そっからこの16キロの間に1400メートルを登るんですよ。 1.4 キロも。そうですね、高さで言うと 1.4 キロも。わお、高いですね。めちゃくちゃ辛いですよ。それを制限時間3時間半以内で、おう、だから、ね、ゆっくり走っていいわけじゃなくて3時間半っていうゴール制限があるんで、はい、そこまでにゴールを。こんな感じ。めちゃめちゃ辛そうな顔してます。めちゃめちゃ辛そうですよね。めちゃくちゃ辛そうじゃないですか。足押さえてるもん。きっと来るんですかね、太ももに。めちゃくちゃ。でもほら、こんな。いやもうこれ道じゃないじゃん。岩場だった。岩じゃん。そうなんです。すごいな。ひゃー、もうジャングルですよこれ、ね、ジャングル、もののけ姫出てきそうだもんね、こういうの。これを歩いて登るんじゃないです、走って登るんですよね。しっかり練習していかないと、はい、ちなみに山頂コースの人なんかは、うん、この富士吉田 800m のところから頂上なんで 3776m ですね。約 3000m 一気に21キロのコースをギャッと登っていくんで、やばー、いかに過酷かっていうのが、はい、これだけでも見て分かってもらったと思うんですけど、はい、そんな過酷なレースに女性芸能人として初めて挑戦、はい、大会アンバサダーになって、はい、富士登山競争の良さ、いいではね、走るということの良さを伝えていただければなと。責任重大ですよ。はい。第72回富士登山競争大会アンバサダーに就任しました、ほのかです。
超過酷なレースということで不安は残りますが、例えば去年は富士山にこう登らせてもらい、で今年はこう走らせてもらうということで、また違った形でこうやって富士山に登ることができてとてもワクワクしています。無事に完走をして、まあ、令和最初の最高の思い出を作りたいと思います。もっと富士山とか富士山の魅力だったりとか、あとランニングの楽しさを皆さんにお伝えできたらいいなと思うので、ぜひ富士登山競争応援しに来てくれると嬉しいです。応援よろしくお願いします。バイバーイ。じゃあ見て見て、はい、これ水素製で流行ってるの、この YouTube のチャンネル。何ですかそれ。サメキタチャンネルっていうの。へえ、流行ってるんですね。そう、これぜひチャンネル登録ってボタンを押してお友達と一緒に見てね。なるほど、それを押すといつでも見れるんですね。そうなの、私たちの活躍ぜひ見てほしいなと思って。私ってこれやっぱり水素ちゃんなんですか。あれ今私たちって言いましたよね。これ絶対水素ちゃんですよね。いや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 、似てるだけだから。いやいや、こんな似てる方いないですもん。これ水素ちゃん、水素じゃない、水素、水素ちゃん水素製にいるんだもん。あれ水素製、水素ちゃん水素製だから。どうかしてる、大丈夫、水素ちゃん登録してね。ハーモニーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。田島です。田島です。第123回、サメキタチャンネル始まりました。よろしく。このチャンネルでは、ハーモニープロモーションのタレントの告知情報と、我々マネージャー、サメ島と北島の個人的意見、感想をお届けいたします。よし。まあ、猛暑日続きましたけど、早速めちゃめちゃ暑かったですけどね。まあ、この暑い情報がね、これからちょっといっぱい出てきますんで、早速ちょっと告知いきましょうか。はい。朝日奈彩です。はい。5月28日、はい、小学館オッチ、まあ、発売してるんですが、これ先週も話しましたね。先週紹介しましたが、ちょっと実際にこれです。これ素晴らしいですね。これ単独表紙ですよ、うん、素晴らしいですよ。まあね、中はあんまり、なんかね、ちょっとこれはね、さすがに見せられないですが、まあね、なるほど。あ、やっぱ参考になりますね。で、ほんと、ファッションも参考にしてますか。ファッション、それともなんか後ろの企画ページのところも含め、やっぱり生き方ファッション、まあね、こういうのも、まあ、こういうところも含めてね、まあ、じゃあこちら発売中ですので、ぜひ買ってください。よろしくお願いします。お願いします。はい。そしてもう一つ、昨日情報解禁された、昨日というか、まあ木曜日に、情報解禁されました、はい、7月クール、はい、ドラマですね。まあ ABC 朝日放送制作、まあテレビ朝日系ですね。ランウェイ24の主演に朝日奈決まりました。主演ですよ。で、パイロットのお話です。パイロットの話です。そうです、そうです。飛行機のでキャプテン目指してっていう。飛行機こうやって運転するのか知らない。いや、ちょっと私も運転したことないな。知らないけど、まあそのね、物語ということで主演です。初主演。おぜひね、ちょっと7月、うん、まあまだ、もちろんこれからも情報、出していきますので、続報も含めてお待ちいただければなと。楽しみに僕も含めて待っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。5月31日金曜日、はい、熱海五郎一座、はい、スタートしております。はいはいはい。これもまた、これね、大型、今年のヒロインですか。これね、これ、はいはいはい、立本高校、はい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 、かっこいいね、名だたるね、うん、ヒロインの方、どなた、藤原紀香さんとかもやられて、小林幸子さんとかね、やられたっていうのありましたよね。そうです、まあそこで今年はね、高島礼子さんと橋本、うん、うん、これは熱いですね、うん、なんかコミカルな感じの舞台っていうことをちょっとお聞きはしているんですが、いや、我々もね、どっかで見に行きますから。行きますので、ちょっとぜひ皆さんもね、チケット、これはウェブとかでも予約できますので、うん、そうですね、ぜひすぐね、ホームページとかちょっと見ていただいて、昼の部、夜の部ね、昼の部、夜の部、6月の26までやってますね。26まで長くやりますので、ロングロングロングでやりますので、約1ヶ月ね、約1ヶ月、はい、ロングロングロングですよ。なんかそれ、好きな、言いたかっただけですね。はい、やりますので、ぜひ
足を運んでいただければと思います。新橋演舞場、新橋演舞場、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、終わりに、はい、ちょっと気になってた人もいるかもしれない、気になってた方もいるかもしれないですけど、けどこれね、6月の14日に今年のね、はい、チケット不正転売禁止法、転売禁止法ということで、法律、はい、まあこのまま読み上げ、そうですね、まあね、もうこの通りだけどね、はい、演劇コンサートやスポーツなどのチケット、特定興行入場券の不正転売、または不正転売を目的としたチケットを譲り受けた場合、1年以下の懲役、100万以下の罰金、またはその両方が課せられますということで、まあね、まあ当然、まあ、あんまりいないと思いますけどね、その辺は転売、まあでもね、一部にいるんですよね、多分。まあ芸能界ってね、やっぱそのライブだったりとか、チケットの、ね、チケットのって、まあこういうダイレクトというか、そういったものに絡んでくるものはあるなと思うので、詳しくはね、このチケット不正転売禁止法って検索していただくと、どういうことがダメなのかっていうのがおそらく、そうね、だから我々もね、見て勉強、そうですね、見て勉強して、うん、まあね、逆に言うとちょっと知らなかったとか思いがけないってことあるかもしれないので、知らなかったら済まなくなって、本当ね、そう、知らなかったじゃ済まないことになってしまうので、うん、ちょっと我々としても、まあ、逆に言うと、まあ、これはお知らせとして、ね、知らせとしてね、皆さん気をつけていきましょう。はい、で今週以上です。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあねー。